文句なしの勝利です。ま、こんなもんか。いっぺんに襲われた時はどうなるかと思いました。敵は括弧撃破が戦闘の基本だけど、たまにはこういうのもある。そうなんです。じゃあ気をつけて進んだ方がいいですね。少ない敵を相手にして確実に倒すか、いっぺんに多くの敵をなぎ倒すか、それは好みによるけどな。ユーリさんはどっちなんですか？どっちでもいいだろう。さあ急ぐぜ。あ、ちょっと待ってください。地下の通路を教えてくれた人に感謝しなきゃいけませんね。別にお前が感謝する必要はないんじゃないか。私だって外へ行きたかったんだから、あなたと同じです。それならそれでいいんだけど、なんでか素直に感謝する気になれないんだよな。ダメです。恩ある人にはちゃんとお礼しないと。会ったこともない相手によくそう律儀になれるもんだな。会ったことのない人だからこそ礼を失してはいけません。うん、そういうもんかね。そういうものです。油断は禁物です。俺に勝つのは100年早い。長生きなんですね。そうじゃないだろ。来やがったな。余裕。聖なる活力、ここリベンジなら受けて立つぜ。力が湧いてきました。一丁やるか。こんなのどうです？シャーティです。セーナの活力、ここへファーストエイド。それセイ、リベンジなら受けて立つぜ。油断は禁物です。刃を破る、さらに力よ、シャーティです。おととい来やがれ。来やがったな。俺に勝つのは100年。油断は禁物です。ソーハ、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 
活力、ここへ。次どいつだ。聖なる活力、ここへ。リベンジなら受けて立つぜ。ちゃちゃっと終わらせようぜ。聖なる活力、ここへ。ワンダーガー、刃に宿るさらなる力、シャーティです。それ、そうだね、余裕。刃に宿れ。俺に勝つのは100年早い。全身に力がみなぎるぜ。眩しい。もう朝かよ。貴族街に繋がってんのか。窓から見るのと全然違って見えます。そりゃ大げさだな。城の外に来るのが初めてみたいに聞こえるぞ。それは、ま、お城に住むお嬢様ともなれば好き勝手に出歩けないか。はい、そうなんです。ま、とりあえず脱出成功ってことで。あの、何か間違えました？いや、別にな。で、エステリーゼはこれからどうすんの？フレンを追います。行き先知ってんのか？先日、騎士の巡礼に出ると話していましたから。ああ、あれか。帝国の町を回って善行を積んでこいってやつ。はい、だから花の町ハルルを目指します。騎士の巡礼では最初にハルルへ行くのが習わしですから。となると結界の外か。ユーリさんは結界の外を旅したことあります？少しの間だけならな。興味はあるけど下町を留守にするわけにはいかないしね。俺も下町に戻るから町の出口まで案内するよ。ありがとうございます。そこの脱獄者、待つのである。ここが年貢の納め時なのだ。バッカモン、能書きはいいからさっさと取り押さえるのだ。どうしましょう。なもん、こうすんに決まってんだろ。どうえ、下町に逃げるぞ。ユーリ、
どこに行っとったんじゃ。ちょいとお城に招待受けて優雅なひとときを満喫してた。何をのんきな。その娘さんは。こんにちは、エステリーゼと申します。いや、こりゃご丁寧に。いや、それよりも騎士団じゃよ。下町の山上には目もくれずお前さんを探しておったぞ。やはり騎士団と揉めたんじゃな。ま、そんなとこだ。ラピードは戻ってるか。うん、何か袋をくわえておったようじゃが。その袋はお前さんの部屋に置いてあるはずじゃよ。なら後で取りに行って振ってみな。いい音するぜ。モルディオも楽しんでた。モルディオさんに会ったのか。当人は逃げちまったけどな。アスピオって町の有名人らしいんだ。逃げた。ということはやはりわしら騙されて。ああ、家も空き家だったし、貴族って肩書きも怪しいな。アクエブラスティアも水漏れ通り越して止まっちまったみたいだな。うん、怖がなくてどうにも動かん。残りの水でしばらくは大丈夫だよな。うん、じゃが長くは持たんよ。あとは腹壊すのを承知で川の水を飲むしかないのかの。騎士団は何もしてくれねえし、やっぱ泥棒本人からコア取り戻すしかねえな。まさかモルディオを追いかけて結界の外に出るつもりか。心配すんなよ。ちょっくら行ってすぐに戻ってくっから。誰が心配なんぞするか。ちょうどいい機会じゃ。しばらく帰ってこんでいい。はあ、なんだよそれ。お前さんがいなくてもわしらちゃんとやっていける。前にフレンも言っておったぞ。ユーリはいつまで今の生活を続けるつもりなのかとな。余計なお世話だっての。部下を二人も。お縄だ、神妙にお縄につけ。ま、こういう事情もあるからしばらく留守にするわ。やれやれ、いつもいつも騒がしいやつだな。これで金の件に関しては貸し借りなしじゃぞ。おしがいもなくはしゃいでポックリ行くなよ。お前さんこそのたれ死ぬんじゃないぞ。あ、待ってください。おじいさん、私も行きます。あやつの面倒を見るのは苦労も多いじゃろうが、
お嬢さんも気をつけてな。はい、ありがとうございます。貴様、噴水はいつ治るんですかい？シロ、かっこいい。はい、はい。ばあちゃんの入れ歯を探してもらえんかの。バカモン、通れんではないか。公務の妨害をするでない。書いてねえじゃん。仕方ないだろう。普通の人は町を離れないし、それでも作りはマシな方だよ。空白は自分で書き込んでいってくれ。まずは地図にある北のデイドン砦に行くといい。ユーリさんは皆さんにとても愛されてるんですね。冗談言うなよ。厄介払いができて嬉しいだけだろう。おい、誰だよ金まで入れたの。こんなの受け取れるか。待て、どけ。しょうがねえ、一旦もらっとくか。何事だ。ラピード狙ってたろ。犬。じゃまずは北のデイドン砦だな。あ、はい。どこまで一緒かわかんねえけど、まよろしくなエステル。はい。あれ、エステル、エステル、エステル。こちらこそよろしくお願いします、ユーリ。しばらく留守にするぜ。行ってきます。地図に、旅に必要な道具に、それにお金もたくさんいただいちゃいましたね。ったく、あいつらも生活きついってのに無理していろいろよこしやがって。それだけユーリの旅立ちを心配してくれてるんですよ。今頃問題児がいなくなってせいせいしてんだろ。そんなことありませんよ。まあ、こんだけ借りを作っちまったら手ぶらじゃ帰ってこれねえ。何が何でもアクエブラスティアのコアは取り戻さねえとな。行きましょう。本気出しちまったな。行きやがれ、一歩前進ってな。エステル、エステル。あいつはさっきから何ブツブツ言ってんだ。おい、ぼんやりしてると置いてくぞ。エステル、エステル。聞こえちゃいないか。おい、エステル。はい、今行きます。呼び名がそんなに珍しいのかね。
ユーリ、こちらの犬は。ああ、俺の相棒のラピードだ。あ、こちらこそよろしくお願いします。こちらこそってラピードが何言ったか分かったのか。いえ、全然。まあ、そりゃそうだよな。ユーリを追ってきた騎士でしょうか。どうかな。ま、あんま目立たないようにな。はい、私も早くフレンに追いつきたいですから。んじゃ、さっさと砦を抜けますか。本当に分かってるのかね。はい、いらっしゃい。今日はいい品入ってるよ。かの剣将アッサムが売ったスキルの宿った名剣だ。旅をするならスキルは重要だよ。スキルって？スキルとは武器に宿った戦闘技術のこと。戦闘技術は本来誰かに指示し教わるものだが、剣将アッサムは特殊な方法を用い、その技術を武器に封じ込めた。ボーディブラスティアには力を封じ込めた武器より技術を習得する機能がある。武器を使い続けることでその武器に宿ったスキルを装備者に還元することができる。で、お嬢さん物知りだな。まあそういうこった。昔にクリティア族が人間に伝えたと本にありました。へえ、ボーディブラスティアって技や魔術を使うためだけかと思ってたぜ。自分に合った戦いをするためにスキルを考えながら武器を選ぶってのが賢い。スキルのない単純に攻撃力の高い武器もある。戦い方好みだけどね。武器に封じ込められたスキルはその武器を装備した時点でお前さんのボーディブラスティアに収められる。その武器を装備していればその武器に封じ込められていたスキルはいつでも使えるが、もしその武器を外したらその時はちゃんとセットしてやらなきゃいけない。スキルは4つのカテゴリーの組み合わせによって成り立っている。スキルを何個かセットするとそのセットしたスキルのカテゴリーに応じてボーディブラスティアのコアに門が浮かび上がることがある。例えば攻撃系のスキルばかりたくさんセットすればフレックの門が浮かび上がる。この門は自身の物理攻撃の効果が上がっていることを表している。どう組み合わせればどんな効果があるかは試してみてくれ。全部説明してると日が暮れちまうんでな。今のでわかったか。なかなか物分かりがいいな。お嬢さんの読んでる本にその辺のことは全部書いてあるぞ。おっさん、こんな場所で商売やって繁盛してんの？いや、俺も好きでここにいるわけじゃないんだ。砦の向こうに魔物が出ちまって足止め食ってるのよ。魔物がね。だそうだぞ。聞いてないと。え？何か言いました？情報を集めてくるからそこで待っとけって言ったの。あ、私も行きます。いいよ、持って行きな。そんな古くてページの抜けた本でよければね。ありがとうございます。その本面白いの？面白いですよ。後でユーリにも貸してあげますね。